私たちこれから11月の関東大会に向かって、大きな賞の練習が今始まりました。12月の全国大会、1月のニューイヤーコンサートに向かってこれから、一番いい時期といいますか、3年生が一番充実して1年生が力をつけてきて、全体で動けるシーズンになってきます。10月の9日の祝日ですが、水戸の県民文化センターで、定期演奏会を開催します。入場無料ですので、お時間のある方はぜひお会いしてください。ただし、定員が1500名なので、こういった時は入場できない場合もありますのでご了承ください。それでは最後の曲になりますが、原曲マジでお別れしたいと思います。今日は私たちにこのようなステージをいただきましてありがとうございました。また来年もここで皆さんにお会いできますよう頑張りたいと思います。それではお願いします。お世話になってる。